はい、皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は割安で高配当おすすめ銘柄と題してお送りいたします。はじめに合同製鉄証券コード5410についてお話しします。合同製鉄は日本製鉄系の大手電炉メーカーです。電炉メーカーとは鉄スクラップを原料として電気炉で鉄鋼を生産する鉄鋼メーカーのことです。直近の決算発表では24年3月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比 48.2% 増の156億円に拡大しました。合わせて通期の連結経常利益を従来予想の165億円から190億円に 15.2% 上方修正し、増益率が 4% から 19.7% に拡大する見通しとなりました。業績好調に伴い、今期の年間配当を当初計画の230円から280円に増額修正しました。減収ですが、同益で増配です。PR は6倍、PBR は 0.7 倍、配当利回りは 4.6% と、割安さは際立っています。株価の動きを見ると、過去15年ほどは1000円から3000円のレンジ内での動きでしたが、この1年ほどで3000円を超えて、一気に6000円まで上昇しました。この急激な上昇で信用改ざんが多く、上値が抑えられる可能性が高いでしょうね。では AI による株価の予想です。現在の株価6030円に対して目標株価は7768円で 28.8% の上昇余地があります。権利余地の下げが大きければ買いチャンスですね。次に VT ホールディングス証券コード7593についてお話しします。 VT ホールディングスは自動車ディーラーの持ち株会社で、傘下にホンダや日産などの販売会社を持っています。直近の決算発表では24年3月期第3四半期累計の連結最終利益は前年同期比 2.0% 減の 53.4 億円となりました。進捗率は 66.8% にとどまり、5年平均の 89.8% も下回っています。今期の業績予想ではわずかですが増収増益で 0.5 円の増配予定です。 PR は8倍、 PBR は 0.8 倍、配当利回りは 4.5% とこちらもかなり割安です。株主優待も実施しており、自動車購入時の割引や車検、レンタカーの割引などの優待があります。優待を利用できる場合には嘘みたいな小利回りになります。1年間の株価の動きを見るとおおむね500円台前半で推移しています。直近ではゴールデンクロスが形成された後、株価が上昇している状況です。では AI による株価の予想です。現在の株価537円に対して目標株価は777円で 44.7% の上昇余地があります。下値リスクは低そうなので下げたところで買いですね。最後は飯田グループホールディングス証券コード3291についてお話しします。飯田グループホールディングスは国内最大手の低価格の戸建て分譲住宅やマンションなどを手掛ける企業です。株価は以前紹介した時とあまり変わらず2000円以下で手が出しやすい価格となっています。一時2000円を超えてきましたが、現在は2000円を割っています。 PR は8倍、 PBR は 0.6 倍、配当利回りも 4.5% 程度と十分高配当と言えます。また自己資本比率は 53% 程度で、不動産関連にしては結構高い数字です。株主優待も100株保有で江ノ島アイランドスパで使える無料券4枚がいただけます。1000株以上になるとリフォームクーポン券も合わせていただけるようになり、最大20万円分までアップしますが、この優待を使える人はかなり限定されます。オークションサイトなどで価格を見ると4枚で2000円ぐらいでは売れていますので、そうすると利回りがプラス 1% 程度になり、合わせて 5% 後半の利回りとなります。では AI による株価の予想です。現在の株価1980円に対して目標株価は2294円で 15.8% の上昇余地があります。以前の AI 予想は下落でしたが、
今回は上昇を予想しています。今回は割安高配当株を紹介しました。この動画がアップされる頃には配当落ちとなっていますので、配当や優待をいただけるのは半年から1年後になります。結果的には配当落ち後に買った方が最終的な利回りは高いという試算もありますので、配当を取り損ねたとがっかりせずに安くなった時に仕込んでおきましょう。楽しみは赤にとっておくものですよ。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他ご意見ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。